藤原冬糸口は平安時代前期の苦行。藤原京家、三位、藤原浜成の孫。文後守る、藤原豊彦の三男。官位は、肖像医、大納言。儒学の才を謳われる一方、民生にも明るく、還元の設置を提唱して、財政再建を行うなど、政は、養税庁を支える能力として活躍した。 60歳を過ぎてから苦行となり、80歳を超える、長命を保って大納言に上るなど、政治的には振るわなかった、藤原京家においては際立った存在であり、結果的に京家出身の最後の苦行となった。上は10年影法安に任官。後、四季武将、大進むを経て、六位蔵人に、東宮昇進を兼ねて、人形天皇と皇太子、 道康親王の両方の身近に仕える。上和十四年に十五位下に助舎し、右小弁に任ぜられる。ひとし明朝末の歌唱二年伊勢助として、地方官に転じる。歌唱三年、文徳天皇の即位後、東軍助として教官に復帰し、交代し、これひと新郎に仕える。忍術二年右小弁に任ぜられて、以降、左右小弁に東軍助を兼ね、 本徳朝でも、再び天皇と皇太子の両方に身近に仕える。またこの間の二十四年に、十五以上に除せられている。最高二年、日後守るとして、再び地方官に転じる。上岸元年生五位下、宇宙弁に除任されると、聖和朝では、上岸二年十四位下、上岸六年十四位上、上岸九年右大弁と弁官を務めながら、順調に昇進し、 一方で、打宰第二、壇上大筆、影湯長官を兼ねている。この間の上岸四年参議以上の官職にある、提心に対して、時の政治について議論させ、諸政策の効果についてつまびらかにするよう承諾が出された。この際、右大臣、藤原義美により、参議未満のもので意見を述べさせるべき者の,の一人として、名声が広く伝わっており、器量や見識に優れ、 その有能ぶりは、リミキと称されている、との理由で冬糸口の名が挙げられている。上岸11年12月に参議に任せられ、苦行に列すが、同時に、太宰第二に再任されて、白木の入港で動揺する太宰府へ下校する。翌上岸12年2月には、白木の来襲への対策も踏まえて、以下を提言し、認められている。後、犠牲官として、 民部教等を検体し、上岸13年生4位した、上岸18年13位に除せられた。聖和町末の上岸19年になると、70歳を超えた冬糸口はたびたび時間を願い出るが許されず、逆に同年10月に、養精天皇の即位に伴い、中納言に昇進する。養精朝でも昇進を重ね、元行3年生3位、元行6年大納言に至る。 この間の元行3年には、民部教として、以下の提言を行い、採用されている。任な3年老齢を理由に知し、知事時の官位は大納言生3位健康団上院。官票2年5月23日公挙。教年83。最終官位は、知事大納言生3位。中期のないものは、六国史による。尊卑文脈による。ありがとうございます。